マイタチです。今日はですね、なんと、イージーギャップバレンシアガが、本日土曜日8時からオンラインストアで販売することが決定しましたんで、それの商品紹介です。そう、この8時からね、プラグのオンラインサイトの方で、イージーギャップバレンシアガの大量の在庫を、プラグオンラインで販売することになったんですよね。以前、ポップアップしたじゃないですか。うん、ポップアップした時に人大量にご来店いただきまして、はい、オンライン販売ないんですかという声ずっといただいてたんですよ。はい、で、僕らもクライアントさんの方にご相談させていただきまして、まあ、今回特別にうちのお店だけでね、オンライン販売させていただくということなんで、全商品紹介していきます。ぜひ最後のご覧ください。ということで、まずこちらご紹介させていただく一発目、皆さん大好きドーブ T シャツになっております。まあ、やっぱこれ一番反響があるというか、そうですね、一番問い合わせの多いアイテムです、うん、こちら全4色あるんですよね、はい、まずこちらがダークグリーンになっております。まあすごい使いやすい色味になってますね。でフロントに大きくギャップの文字が入っておりまして、バックにこの鳩がプリントされてると。もうカニエさんがねいつも背負ってるこの鳩ですよ、白鳩です。でこれダークグリーンね。でこちらがダークグレーで、こちらがダークブルーになっております。はい、こんな感じです。でこれ4分の3スリーブって書いてあるんやけど、その名の通りちょっとこう袖長めなんよね、うん、実際着てみるとまあ七分丈ぐらいになるような感覚になります。まあ、そんなドーブティーのこれ2色ですね。でもう1色がこのブラックですね、はい、ブラックのこの合計4色になっております。はい、でこれ首元の部分なんやけど、これ全部モックネックなんよね、はい、もうバレンシアガのデザインを踏襲されております。しっかりとね。ほんでちょっと丈感は長めです。だゆったり着れるようなシルエットになってまして、シルエットに関してはバレンシアガがベースになってます。まあ、そんなドーブティですね。こちらお値段がですね2万1000プラス税となっております。でサイズ展開が XS から展開されておりまして、身長168、体重60キロの僕で XS サイズを着てるというような感じです。まあ、S で着てるやつもあるんやけど、まあ、基本 XS でいいと思います、僕ぐらいの身長の方はね。でオンラインサイトの方に全サイズ細かく詳細載せてますんで、気になる方はもうそちらからご確認いただいてご購入ください。はい、次こちらです。こちらは78クロップドーブティーというものになっておりまして、さっきのやつとちょっと違うのが、こっち着丈短いんよ。で身幅おっきめのボックス型のシルエットになってます。でこれシームレスになってまして、裾とかがねもう全く縫い目ないです。はい、シームレスバージョンです。かなり高級感のある肉厚なボディとなっております。でバックにハトで、フロントはギャップロゴですね。でこちらもモックネックになってます。で気になるお値段はこちらも2万1000プラス税となってますんで、こちらもぜひご検討ください。はい、僕が着るならこれ S で着るんですよね、これに関してはね、うん、物によってサイズ感変わってくると思うから、サイズだけは皆さん確認してご購入ください。はい、次こちらです。10A ドーブロンティーになっております。こちらブラックとダークグレーの2色展開になっておりまして、こちらのハトに関してはね黒ハトなんですよね、うん、黒ハトになっております。でフロントはギャップロゴで、モックネックと、一番最初に紹介した53ドーブ T シャツの長袖バージョンで、バックがブラックになってると思っていただければいいかなと。でこちらもロンティーなんですけども、お値段2万1000プラス税となっておりますんで、ぜひご検討ください。はい、次こちらです。こちらは52ロゴ T シャツとなっております。こっちはバック無地ですね、うん、でフロントにこのギャップのロゴがマークが入っております。まあ、すごいシンプルな作りなんですけども、それゆえお値段もすごいお求めやすくなっておりまして、なんと1万2000プラス税となってますんで、うん、とりあえず買いでしょ。でカラー展開がこのダークブルーとダークグレー、あとこのブラックとダークグリーンの4色展開となっております。こちらに関しても僕は着用するならサイズ XS ですね、うん、で首元もちゃんとモックネックになってると。でこのロゴマークって普通のイージーギャップあるんや、安いやつやないか、あれにも使われてるんやけど、これイージーギャップバレンシアガやから品質がね違います、うん、で作りも全然違いますんで、そこだけご理解くださいませ。はい、次こちらです。こちらノーシームティーとなっております。まあ、さっきのと何が違うんかって言ったら、さっきご紹介した52ロゴと違って、これここの部分ねノーシームなんですよね、うん、シームレスになっております。でこちらはブラックのみです。こちらの一色展開のみで、さっきの52ロゴとの違いは何なのかと言いますと、もうほんまシームレスなぐらいですね、はい、基本的にもう作りはほぼ一緒です。ただ同じブラックでもちょっとこっちの方が色あせたような、スミクロに近いようなブラックになってますんで、そこの違いはございます。でこちらもお値段1万2000プラス税となっておりますんで、ぜひご検討ください。はい、次こちらです。 14A クロップドーブフリース T シャツとなっております。まあ今までのやつと全然違うんですけど、これね肩パッド入ってるんですよ、
ものすごい肩パッド入ってるんですけど、これ肩パッド取って切ることも可能です。できます。なんで取ってきてもらってもかっこいいです。でバックにしっかりハトが入っておりまして、フロントはギャップロゴですね。でその名の通りこれフリースなんですよ。そうなんですよ、ね、フリースになってるから真夏これで着るってなったらジメジメした日本ではちょっと暑いかもね。だからカラッとしてくるタイミング秋口とかにはすごい使えるし、これの中にフーディー着てフードをここから出して着るみたいなレイヤードとかにも使えるタイプの T シャツになっております。でこちらカラー展開がこのダークグレー1色のみになっておりまして、お値段が24,000プラス税です。はい、もうこれね肩パッド取ってきた時のシルエットとかめちゃくちゃかっこいいから、これも非常におすすめの1着になっております。はい、次こちらです。長袖ですね、ここからは、はい、03ハイネックスウェットになっております。まあその名の通りハイネックの仕様ですね、うん、でダークグレーとこのダークグリーンですか、2色展開になっております。でここ、胸元にこのギャップロゴですね、イージーギャップのこのロゴが小さく施されておりまして、全体的にちょっとこうダメージが入ってたりとか、ボディにもそういうエイジングを刻んでおります。加工してるタイプのボディになってますね。でこれも着丈ちょっと短めの身幅大きめで、もう着た時のシルエットがマジでカニエなのよ。めちゃくちゃかっこいいから、これも非常におすすめのスウェットです。実際先日のあのポップアップの時もめちゃくちゃ人気やったんよね。ですね。うん。でその人気の理由がお値段にもありまして、こちらなんと21,000プラス税なんですよ。安い。あの最初のドーム T シャツとかと同じ価格で買えるっていうのもあって、もう非常におすすめです。でこれも、裏地に関してはフリースになってますんで、夏以降ですね、秋口からぜひ皆さんこちらご着用ください。ただもう早く買わないとね、サイズ掛けの可能性も出てきますから、ぜひ皆さん気になった方はお早めにお求めください。はい、次です。こちら05フーディーになっております。これあのポップアップで一番売れたやつ、一番売れたパーカーになっておりまして、ちょっとこの首元ね、ここちょっとこう余白があるでしょ、ちょっとハイネック気味なんですよね。ただフードかぶった時もすごい綺麗なシルエットになります。でカニエが実際一番着用してたフーディの形がこれです。なんであのカニエが着てるパーカーのシルエットの感じで着たいっていう方は、もうこの05フーディを購入していただければ間違いないです。でカラー展開がこのダークグレーとブラックと、あとこのダークグリーンの3色展開なんですよね。でこれこのリブがあの内リブなんよ、中にリブが入ってるタイプ。なんかよくカニエが着てるパーカーで見たことあるでしょ、みんなね。はい、この中にリブが入ってますんで、この裾周りがちょっと特殊なたゆみのあるような見え方になります。まあ、そんなフーディーでございます。こちらなんとお値段が24,000プラス税となってますんで、もうこれも買いでしょ。はい、ぜひ皆さんご検討ください。次こちら55シュランケンフーディーになっております。こちらは先ほどまでのフーディーとは少しだけ違います。まずカラー展開がこれブラックとダークグレーなんですよね、うん、同じダークグレーっていう表現でも全然色味違うかったりしますんで、皆さんそちらご注意ください、購入の際は。でさっきまでのパーカーと違うところで言うと、ここ別にハイネックとかではないです。普遍的なフーディーの作りになってるんですけども、このイージーギャップのロゴがフードかぶったここですね、フードにプリントされてるというような作りになってますんで、先ほどまでのとはちょっと違います。でサイズシルエットに関してはこちら身幅が大きめ、着丈短めの皆さん大好きボックスシルエットになってますね。こちらお値段が30,000プラス税となってますんで、こちらもなんか割と普遍的なタイプのパーカーがイージーギャップバレンシアガで欲しいぞという方はぜひこちらご検討ください。はい、はい、次こちらです。こちら12サティンフーディーとなっております。ちょっとアノラック系の作りになっておりまして、あの平本蓮さんがルックで着用してたのと同じタイプですね。でこれ袖とあと裾にドローコードついてますんで、それでギュッと絞って着ていただければなと。でカニエ自身もイエーさんもめちゃくちゃ着用してたのがこちらです。で生地感はツイルコットンのめっちゃしっかりしたタイプで、裏肝とかじゃなくてもうこの1枚仕立てになってますんで、なんか裏肝とか裏毛とかそういう仕様ではないんですよ。なんでこれのなんかロンティーとかトレーナーとか着た上にアウターとして着ていただくことも可能です。これもポップアップで結構人気でしたね、うん、でこちらブラックの一色展開でお値段が39,000プラス税となっております。こちら数がもともとかなり少なくなってきてますんで、はい、ぜひ皆さんこちらもお早めにご検討ください。
はい、ここからは雑貨に移りたいと思います。まずカバンですね。まず品名が97クロスボディバッグという品名になっておりまして、お値段は3万プラス税となっております。で、こちらイエさんが実際に結構着用してるんで、これ見たことある人もいるんじゃないかな。ここがバックルタイプになってまして、まあ、取り外しすごい簡単ですね。で、長さ調節もできるんで、まあ、好きな長さで背負っていただければなというところでございます。だちょっと短めでこうやって持ってもいいし、で、こうさっと長くなるんで、長くしてこういう感じで背負ってもらってもいいかなと。イエさんは結構ピタッとここで斜め掛けにしてピタッと使われてました。で、ここポケットが結構大きいんですよね。だからこれあれ入んねんな、あのマック入んのよ。マックが入るからもう結構ね、大容量なんですよね、見た目以上に。ここですね、完全にわからないところにシークレットポケットがついてますんで、ここスマホが入るんですよ、サイズ感的に。だからわざわざジップ開け閉めせずとも、ここからスマホを取り出したりとかできますんで、これポップアップでも結構人気だったカバンになってますんで、こちらもぜひご検討ください。はい、次こちらです。115ドライバッグですね。もうバカでかいでしょ。めちゃめちゃでかいの。さっきのポーチが3万で、ほんならこれなんぼすんねんってとこなんですけども、こちらもなんとお値段3万円です。非常にお求めやすくなってます。ただバカでかいから何入れるかもうあなた次第ですね。とにかくでかいカバンが欲しいと、荷物をたくさん入れたいという方には非常におすすめです。もう小柄な女性とかやったら全然入るぐらい、うん、でかいのよ。で、これ防水仕様になってるから、あの雨とかに濡れても全然大丈夫です。防水仕様としてガンガン使っていただけます。で、ここイージーギャップバレンシアガのこのロゴですねが入ってると。で、中にも一応小分けポケットはあるんですけども、まあ、こんだけでかいからね、どこまで使うかは分かんないですが、あの小分けポケットも中にございます。で、このリュックの仕様になってますんで、背負うとこんな感じ。もうめちゃめちゃでかいでしょ。でかい。インパクトは抜群です。まあ何も中に入れなかったらこのペターンと使えるんやけど、街も結構あるから、あの中にがっつり大量に物を入れてもらってもいいんじゃないかなと思います。もう皆さんの使いたいようにこちらぜひ使ってください。はい、最後です。こちらロゴキャップになっております。キャップも何パターンかあったんですけども、この1品番のみの販売となります。こちらの品番に関してもカニエがよく被ってたタイプですね。イエさんがよく被られてたタイプで、このつばの部分にギャップのロゴで、バッグのこのスナップの部分にもギャップのロゴが入っているというような形です。で、ツイルコットンになってて、めっちゃ形綺麗やね。これ綺麗ですね。うん、めっちゃ綺麗なシックスパネルになってて、で、ここキャップによくありがちなこのチョボがないから、はい、またこれもおすすめポイントね。すごいスマートでスタイリッシュなキャップになっております。で、こちらお値段が9000プラス税になってますんで、まあ黒のね、こんなシンプルなキャップ1個あれば年中使えますから、うん、ぜひ皆さんこちらもご検討ください。はい、ということで本日は今日の夜8時からオンラインストアで発売されるイージーギャップバレンシアガの商品紹介させていただきました。一応今紹介したので全部になってますんで、これなんかハトフーディー入らないんですかとかいうのがインスタグラムのね、あのお問い合わせとかでもいただいてたんですけども、ハトフーディーはもうクライアントの方で在庫が完売してますんで、もう一切ないんですよね。ただこのハト T シャツに関してももう在庫がなくなり次第終わっていくから、結構在庫はあるけれども、皆さんぜひもう早めにねお求めいただければというふうに思います。で、オンラインストアは本日土曜日8時から販売してるんですけども、店頭での発売に関しては来週の火曜日ですね、23日の火曜日から発売になっておりますんで、そこだけお間違いのないようにお願いいたします。ということで今日の動画ありますんで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。